山本乃木太郎小坂町事件犯罪捜査報遣は小坂町老夫婦殺しが継続捜査に移されたる後においてももちろん密かに犯人逮捕の短所をと 常に深き注意を払い至り地上怨恨強盗の3方面については既に事件発生の当時十分に捜査をなされたるにもかかわらず何ら得るところなかりしものなるをもってこれ以上前期3方面につきさらに捜査をなすことのとろうなるを知りいたれどもなお消職が容易に断念しえざりしは地上関係なり元来被害者森の方は 小坂町においては富裕の家なれどもその一家が忌まわしき血統にあることは町民の間に周知の事実なりしかして被害者方はこん棒を持って残殺せられたる多平老夫婦に八重子と言える当年24歳の娘の三人暮らしにて現在においては雇い人等なく家庭は円盤のごとくなりしもかかる血統を有する家庭が 常に憂鬱に閉ざされることは自然の断りにして町民の間においても常に「何とはなしに気味の悪いうちだ」と噂ささていたりしかも八重子は美人の聞こえ高くその年齢すでに根気を失せる思ってこれに関しても町民は主々の噂をなせりその一例を挙げんに 娘が年頃になっているのに婿を迎えるような話もないのは多分親が娘に因果を含めて一生独身で暮らさせようとしているのであろう娘の身になってみれば随分つらいことだろうかわいそうな話さ何でも縁談が起こる度ごとに親子喧嘩があるということだこれらの噂を耳にしたる証職は 本件犯行が八重子をめぐる地上関係にありと見込みその方針をもって捜査の方を進めつつありたるところその後道長山中石松なる者が本件発生の約二、三か月前「子供さえこしらえなかったらいいじゃないか相手は美人だし財産はうんとあるしそれに両親は老人だうんぬん」と 方言したることあるを聞き込みたる思ってひそかに右山中石松なるものの兵素につき捜査を始めたり山中石松は小坂町において大将というあだ名を所有せる男にして低納者というほどにはあらざるも幾分普通人と異なりたるところありされどその性質恩順にして何らの危険性なくかえってその蓄財のことにかけては 凡庸なる常人の及ばざるところあり彼はその勤務する大谷製材所に勤務すること14年しかも精霊にしてすでに1000円に近き貯蓄を有せりとの噂ある男にしてある意味よりするときは彼は低能者にあらずして常人より傑出したる人物なるやも図られずしかれどもその締まりなき風刺と要望とは 接する者をして、低能者を思わしむる者あり、さればこそ、町民の間において彼を呼ぶ、大将なる戦勝をもってせる者なり。以上のごとき性質を有する石松が、以上のごとき方言をなしたりと聞くや、少職はその噂の真偽につき調査したるところ、次のごとき事実を知るを得たり。本件発生の約二、三ヶ月前、 阪駅に通ずる道路において石松と八重子とが立ち話せるを見かけたる町民何がしは「大将うまくやっているな」と言いたるところ彼は「ああ」と答えてニヤニヤと笑みを浮かべ「大将は森野の婿になるというが本当かい?」という問いに対して「ああ」 と答え。しかし大将、森のは悪い病気の筋だというぜ。それでも行く機会と問いたるに。ああ、赤ん坊さえこしらえなかったらいいやないか。親へさんは別品やし、金はうんとあるし、親は年寄りやし。と答えたりという。 この噂の事実なることを確かめたる少職はさらに調査の法を進めたるところその当時石松の兄虎松が石松を婿にという縁談を森野家へ持ち込みたるところ森野の老夫婦は現価にこれを拒絶したりというしかるにその後噂として町内に流布せられるところを聞けば本人八重子はこの縁談の申し込みについては何ら知るところなかりし者のごとく ただ、老両親の一存にてこれを拒絶したるため、後に至りて八重子は両親に対し、いかに相手が石松だからと言っても、私に一言も知らさずに断るとはあまりにひどい。いつでも私に縁談の申し入れがあっても、私には知らせずに断っているのだろう。本当にひどい親たちだ。という意味の不服を述べたりという。 これ元より噂にしてその真偽のほどはにわかに断じがたしといえども森の家の事情よりして一様は趣向し得るところなりと生殖は資料せりしかしながらここに生殖をしてやや不安を感じせしめたるは赤ん坊さえこしらえなかったらうんぬんのんなりこの言葉はすこぶる常識的にて 少なくとも低能をもって目される石松の言としては信じがたきところあり小職を思うにこの言葉は何者かが石松に授けたるものならんと信ず果たして叱しらば森の家がその遺伝性の血統に苦しみつつある弱点を利用し一方においては石松が八重子の美貌を消そうせるおきかとして石松を傀儡としてその間に処して 何らかの野心を満たさんとするやからのなすところならんと思考す。しからば、この縁談によりて利益を得る者、少なくとも利害関係にある者の処の医ならざるべからず、しからばその利害関係者は言うまでもなく山中一家、すなわち石松の両親兄弟足らざるべからず。聖職はこれより、本件発生当時、 並びにその前後における山中一家の動静につき調査の法を進めんとす犯罪捜査報告2「少職は八月15日私服にて小坂青年会場に至りたりそうは同や同会場において開会さる青年会例会に 石松が参加することを知り至ればなり、少職が正面より彼の家をおとなわずして、何気なき風にて青年会場に赴きたるは、もとより調査の秘密を寄せんがためにして、すでに本件発生後40日を経過し、ややその噂の遠ざかりたる今日、突然に彼の家を訪ねて尋問的態度にいずることは、かえってその真相を得るに不になることあるべく、また、 せっかく遠ざかりたる噂を再燃せしむるの動機ともならば事件の解決に不利なるべしと考えたるがゆえなりどうや青年会霊界の終わりたる後朝職は石松と共に街道を立ち入れて何気なく風を装いて彼と同伴しつつ次のごとき会話を交わしたり「大将はこのごろは大変うれしそうだなあああ」 ちっともう嬉しいことなんかないよ。そんなことはないだろう。嬉しいだろう。大将は八重子さんのお婿さんになるんじゃないか。ああ、あのことか。あのことかって、どうしたんだ、大将。あれはなあ、ダメだよ。ダメだって、どうしてだ。 八重ちゃんの両親が死んだからさ。森野の旦那や奥さんが死んだっていいじゃないか。八重さんは大将を可愛がってくれるんだろああ。八重さんは俺が好きだと言うよ。八重さんが大将に直接大将が好きだと言ったのかいああ。そう言ったよ。 それからな、俺をムコさんに欲しいと言ったよ。それは大将、ヤエさんが大将に直接言ったのではあるまい。誰か他の者が言ったのだろう。おお<う>、そんなことを誰が言ったのだい。親父か、お袋か。朝食が問い詰めれば問い詰めるほど、石松は答えをなさず。 やえちゃんは別品だし、金はあるし、両親は老人だし、悪い病気があっても子供さえこしらえなければいいのだから養子に行けって、大将の親父が言ったのかいああ<ー>。誰が言ったのだい俺が。俺がって。俺がな。森野のやえさんが、 おれをむこうにほしいと言うからおれを森のノへようにやってくれとおやじに言ったんだよ。ほほうたいしょうが言いだしたのかい。するとおやじがな「ダメだむこうはすじがわるいからやめとけ」と言ったんだよ。 ああ、そうか。そこで大将が、筋が悪くても子供さえこしらえなければいいと言ったんだね。ああ。しかし大将、それは誰かから教わったのではないか誰が教えたのだ言わないな。よし言わなければ、お前を警察へ連れて行く。さあ。 誰がお前にそんなことを教えたか言えどうしても言わないな。旦那さん、俺は誰にも教わりはしないよ。俺が考えて言ったんだよ。これ以上の追求の無益を知りたる小職は、語を転じ言葉を和らげ、さらに次のごとき問答を成したり。 大将は森野のおじいさんやおばあさんが殺された晩はどうしていたい。家で寝ていたよ。その晩は家内中、親父もおふくろも兄貴たちもみんな家にいたかい。ああ。大将はあの晩もいつもの通り寝たんだね。何時ごろだった寝たのは。 記者が通るとすぐに寝た。ああ。すると9時半の記者だね。大将は寝てしまうと朝まで目が開かないんだろう。だから兄貴がその晩出て行ったかどうかはわからないんだろう。俺が寝るときはいた。大将の家じゃ肥料代を払ったそうだな。ああ。 肥料代が払えないんで大将に金を貸せって親父や兄貴が言ったが大将は貸さなかったというじゃないかおうんどうして貸さなかったのだ大将はたくさんお金を持っているんじゃないか俺はもう金はないよいや金はある金はある 金はあるけれども、親父や兄貴は金を使うばかりで返してくれないから、貸してやらない。大将が金を貸してやらないのに、どうして肥料代が払えたのだ知らないよ。小食と石松とは以上のごとき会話を続けながら、 山中方の手前班長のところに達したり折から9時32分バツバツ行き急行列車は円雷のごとき響きを立てて小坂駅を通過したりこの時石松は列車に向かって化石のごとく調律しその列車小坂駅を通過したる後も容易にその姿勢を崩さず小職はさすがに低納車だけに汽車電車を好むとは子供と同一なりと思い 失笑を禁じえざる者ありたりしかるに石松は列車の通過後数分を経過して中間の省駅たる小坂駅が列車通過以前の静けさに帰りても容易にその姿勢を改めず朝職が彼の家に近づきたれば今夜の問答を他言すべからざる胸を命じて別れを告げんとし「大将」と呼びかけるにもかかわらずあたかも彼の耳には通ぜざるもののごとく 彼は依然として静かなる障壁のある地点と思われるあたりに視線を凝らし何事かを甲中につぶやきながら貯律を続けたり小職は石松が甲虫に整うるごとく言葉の意味を聞き取らんと全身の神経を耳に集め息を潜めて彼の身辺に寄り添いたるも彼の甲虫のつぶやきは容易に聞き取ることを得ず 彼が注ぐ視点の焦点ならんと思われる地点を凝視したるもこれもまた何ら消食の注意に値するものなし消食は多少の焦燥を感じつつなおも彼のつぶやきを聞き取らんとするうち彼のつぶやく声は次第に高まりやがてまた次第に小声となり最後に彼は沈黙したりその間食が彼の唇の唇動きと 深夜に髪をくし削る名ごとき小声によりてわずかに聞き取り得たる彼のつぶやきは青い日、赤い日、青い日、赤い日の連続なりやがて数分後経過したる後石松は突然急に頭をめぐらし丘の森の家を眺むるや消えている と低く呼びたるまま、小食の存在を忘れたるもののごとく、突如、厳すを回らし、急ぎ、我が家の方向に歩みされり小食は、あまりにも急激にして不可思議なる石松の動作に、彼の後ろ姿を見送るのみに追われり犯罪捜査報告3消職は石松の謎の謎ごとき言葉を解かんため その翌晩午後9時を過ぐる頃より石松が著立したる地点に立ちて急行列車の通過を待ちたりやがて小食の腕時計が闇の中に9時30分を指すや列車は平常と何らの変わりなくいとも平穏無事に闇の中に一筋の道を連ねて小坂駅を通過したり小食は列車通過の数分後まで昨夜石松が満たる あるいは民としたるものを極めんとして、小坂駅の建物、またはその構内に十分の注意を払いたれども、何ら消食の注意を引くべき変化を見出しえず、昨夜、石松の支店の焦点を小坂駅と見たるは消食の誤りにて、あるいは駅の構外に列車通過の直後に何らかの現象を見るにあらずやとの懸念より、 その地点より展望し得る駅の郊外にも十分の注意を払いたれども何ら消食の注意を奪うべきものなく当夜は何ら得るところなくして引き上げたり消食がかかる低能者の上ごとにも似たる名簿のためいたずらに貴重なる勤務の時間を割きしかも本件犯罪事案とは次第に遠道期露房に入り次第に事件の本体に離れつつあるわ 小職自らも焦燥の勘を抱けりしかれども本件のごとく犯罪捜査のすべての方面に行き詰まり事件をして迷宮の奥深く追い込みたる今日においては焦燥は従来の捜査方針の何者にもとらわれずまずその捜査の第一歩に立ち戻りまずその犯罪の原因ともなすべき事実の探求のためにはかかる低能者の一言一行といえども 少なくとも本件被害者の家族と多少の関係を有する以上これを当官に付することをあたわずこれいわゆる歴者降格の具を学ぶに似たれども今しばらく小食に貸すに時間を持ってせられんことをその翌晩小食は再び石松が著立したると同一時点に立ちて列車の通過を待ちたり 列車の小坂駅を通過すること前夜のごとくその通過後においても何らの異なりたるものを発見しえず失望のうちに引き上げんとして頭を回らし丘の上の森の家を見破れば闇を通してただ土蔵の白壁を側見しえるのみにして他に一子の明かりさえ見るあたわずあたかも魔の住む家のごとく闇の中に沈黙す。 朝食はその位置をさらんとして23歩法を移したるが再びそこに貯蔵したり昨夜石松が頭を回し丘の上の森の家を見上げて消えていると漏らしたる一言は何らかの内容を有するものに相違なしと考え現場に貯蔵時を久しくしたけれどもその後が何を暗示するものなるやを介することを得ずついに断念して引き上ぐるのをやむなき状態なりき 朝食は先に、子供さえうんぬんの言葉を彼・石松に授けたる者を極めんとしたる者なるに、未だそれを極めずしてかかる路傍に入りたるは、我ながら甚ははだ遺憾とするところなれども、その夜の石松の言動は、朝食の操作上に一つの好奇的暗示を与うること大なる者ありたるがゆえに、彼・石松に子供さえうんぬんの言葉を授けたる者の,の捜査を第二とし、 まずこの謎のごとき石松のその夜の言動を解くことに専念せんとす。「小食はその木となおも彼の言動につき種々遂行したけれども何らその謎を解くべき鍵の影さえ見いだすことを得ず果ては元来がその知能的育成において子供に等しき低能者の言にしてしかも青い日赤い日とつぶやきたるは」。 子供が火の色に特別の注意を引かれるにその木を一にし、ただ単に駅構内のシグナル塔などを冒険して教をやる次議の類に属し、これをもって特別の内容を持ちたる謎の弦と考えうるは、あまりに事を重大視する兵なりとも考えたるが、それにしても、彼、石松がそのつぶやきの次に森の毛を見上げて、消えていると一言漏らしたるは。 そこに何らかの意味を有するもののごとく返せられ一概にバカの上ごとして葬り去るにはあまりに暗示的なりと証職は知り寄せり帰宅後証職は明日の夜は石松を同一地点に伴い再度彼の言動につき取り調べをなしその謎の内容を空日につき彼に尋問を試みんとすしかも 彼を低能者扱いとして見事失敗したる千夜の例に鑑み最も効果大き方法をもって彼の答えを誘導せんことを着せり犯罪捜査報告4「消職は慎んで罪を待たざるべからず」職は、 小食の好奇的趣味のためにいたずらに時期を失したるため重大なる失敗を招きけり本件解決の鍵少なくとも本件解決に諸行をもたらすべしと信じたる石松は去る罰日ついに死亡せりその死因たるや彼が勤務する大谷製材所において夜間ただ一人残業作業中午後7時頃 木材の下敷きとなりて変死せり本件返集はすでに道路管理の立会見聞にて木材の倒壊による圧死と決定せられ何ら後日に問題を残さざるもののごとくなれども少なくとも証職が捜査中に属する森の老夫婦殺しにおいては貴重なる資料を滅出せしめたる恨みこれあり。 証職の捜査上に一頓挫を来すものにして証職の失望誠に大なるものありこれ全く証職が犯行原因の中心に進むべくあまりに自己の趣味に落とし低迷地議したるがためなりその職務を怠るの罪誠にもって恐縮に耐えざるところなり証職はこの貴重な資料を失いたれども その罪をあがらうため本件の解決に努力し、その罪を担わんとす。一作抜日、正職は石松の死亡に落胆し、一日の効果を得て小坂町朝森山に友人なる小学校院末松厚を訪問したり。しかして、図らずも末松より本件解決の諸行を与えられたり。以下、 当時小職と友人末松との間に交えられたる会話を小6線とする小坂事件はまだ目鼻がつかないのかい君はあの事件の継続捜査の主任だというじゃないかあの事件には全く参っているよそれにあの大将が死んだというねあれは君なりかいその死因に疑わしいところはないのか 疑わしい点はないということになって処分済みになってはいるんだが僕は一つ二つ不審な点がないでもないんだがすると何だね大将の返集が疑問だということになると君の事件がますます複雑になるわけかそうだよ第一大将がね1,000円ばかり金を持っていたことは事実なんだこれは僕が調査したことがあるので間違いはないんだがね ところが大将の死後調べてみるとその金もなくなっているもっとも大将はその金を隠し回って預ける銀行をたびたび変更したものだからその死後大将の父や兄らもその金の所在を血なまこになって探し回っていたという始末だ僕はまたちょっと捜査上の必要からその金の所在を探したんだがね。すると K 氏の死後の銀行だの信用組合なんかを転々してその最後にやっぱり圭氏の玉川銀行に預金しているんだところがその金は45回にわたってきれいに引き出されているしかもその引き出された日付が8月11日から8月24日までになっているんだそしてそれ以降どこへも預け入れた形跡がない まさか大将自身が浪費したとも思われないんだがその引き出された日付というのがこの前君が話した大将が森野の婿になるという噂が立ち出した頃から森野老夫婦が殺されるまでの期間に相当するというわけなんだねそうだよそこでだ僕の考えでは大将が低能で女を見るとニヤニヤするもんだから大将をたぶらかして やえ子の婿にしてやるなんとか言って嬉しがらせておいて何かと口実を設けそれを餌にして金を引き出したやつがあるんじゃないかと思うんだ大将の兄貴が森のへ大将を婿にもらってくれと申し込んだという噂だがそれは本当かい本当らしいねだが出し抜けにそんなことを言っていくのはよほどおかしいじゃないかうん おかしいようには思われるが君だって知っている通り森野は血統が良くないだろうだから誰も向こうに来る男がない多少言い分のある男でもこっちから持ち込みさえすればものになると思ったんだろうそれにさ石松は大将大将と呼ばれて低能者扱いをされていたがあれでなかなか働くことにかけては人一倍真面目な働き手だ だから親や兄にしてみれば十分の可能性があると思ったよくと二人連れで持ち込んだものだろうそれにしてもさあの大将を突然持ち込むというのは気の引けた話じゃないか何かそこに訳がなくてはならぬと思うねさあそれもそうだがしかし八重子が大将を可愛がっていたのは事実らしい 可愛がると言ったって相手があんな男だから冗談を言って遊ぶのに面白いという程度だったろうがねそれを大将がすっかり真に受けて母親や父親にせがんだものらしいするとやはり君の見込み通り大将の尻をたたいたやつがあるというわけになるんだねそうさだからそいつを捕まえりゃこの事件に大体の見当がつくわけだよ なるほどね。すぐ捕まりそうじゃないかうん大将が生きていてくれりゃあわけなくわかるんだが小食と友人末松とは太陽以上のごとき会話を交えながら夕食を共にしその食後もなお雑談に時を費やしたりしかるにその雑談中 友人末松の居室より斜面の畑を通してはるかに見下ろし得る小坂駅を今しも9時32分の急行列車がその音響とともに通過せんとするや末松はつと頭をめぐらして縁側のガラスの越しに列車の通過する小坂駅を見下ろしたり列車が小坂駅を通過し終わるや小職はかつて石松が残したる謎のごとき言葉を想起し 末松が元の姿勢に帰るのを待ってその夜の有様を語りたるに友人末松はああそうかあいつもそれに気がついて見ていたのか僕一人だと思って楽しんでいたんだがどうもああいう男は普通の人間と違っているだけに変なものに注意するんだねしかし今夜君が来ている場合に大変いいことを思い出した 君のの事件の参考にななるかもしれない。君は片町の駐在所に住んでいるんだから気の付きそうなはずはないねそうだこれは面白いよ末松は消職をその縁側に伴いて太陽をさのごとき話をなしたり「そらここから見ると小坂駅が見下ろせるだろ?」う。そうだなあ。 僕がそれに気が付いたのは1年ばかりも前からだよ9時32分の急行列車が通過して約5分間くらいすると空見えるだろうあの城内信号機の柱があの柱から6尺くらい右に寄った位置で決まったように最初は青い火が一つ円を描くんだそして次にはそれが赤い日に変わるとすーっと消えてしまうんだ その日が駅に備え付けてある回転式の手提げ合図灯であることはもちろんだから初めのうち僕は場外信号機にでも合図してるんだろうと思っていたところがその日は各板ごとに起こる僕が一番最初発見したのはふと目についたからなんだがそれから以後注意してみると各板ごとにそれも台の月は偶数の日に 章の月は奇数の日に間違いなく繰り返される僕だって初めのうちはそんなものをいちいち気にかけて注意していたわけではないんだがそれがちょうど急行の通ったすぐあとだし僕の座っている机の前から座ったままそれが見えるいつの間にかその日を見ることが一つの習慣のようになってしまってしまいにはなんだかその合図が自分に向けられているような気がしてね こちらからも何かそれに答えたいような気になって妙にそれが待たれたりすることがあるんだよ。月のいい晩なんか紫色に塗りつぶされた斜面の畑を越してその青と赤の緩やかに描く円を見ているとなんだか童話の国へでも行ったような気になったり暗黒の闇の中にその日を見ると怪奇の世界へでも行ったような気持ちになるんだ。いつとはなしに 偶、ね、奇数日の関係でそれのない晩は妙に物足らぬ感じがしたものだ話は少しばかり感傷的になってきたがところがその青赤の日を見つきばかり見ていたのちだったがもう一つ妙なことを発見したもっともそれまでだってその信号が場外信号機へ合図しているものとも受け取れず またその他列車の運行上の合図とも受け取れず何の意味の合図か不審には思っていたんだがそんなことは僕にとってはどうでもよいことで別に千切立てする必要もなしそのまま楽しんでいたのだところが空ここから見えるだろう。森野の屋敷がそしてその離れ座敷がここからよく見えるんだが今晩はどうもあまり暗くてよくわからないね 半年ばかりも前のある晩のことだったが、僕は開け晴らした縁側の障子に持たれて、例の通り列車の通過と青赤の縁交を待っていた。例の通り列車が通過する。まず青い火が縁を描く。その途端、僕の視野の右の端でピカッとなんだか光ったような気がした。ふと気がついてみると、 森野の離れの明かりが消えているもっとも僕はその晩森野の離れに明かりがついていたかどうか注意して見ていたわけではないんだからその青い火が一つの円を描き終わると同時に消えたものかそれともその晩は酔いからついていなかったものかその辺ははっきりせないんだがとにかく青い火が一つ円を描くと同時に消えたような気がしたのだその晩はそのまま済ましてしまったが それ以後注意してみるといつでも青い日が一つ円を描くと決まったように森野の離れの火が消えるたまには座敷の明かりの消えなかったこともあるがそんな時は赤い火が二回円を描くそんなことも月に二度や三度はあったように思うところがあの惨劇のあった日から青い火も見えなければ 森野の離れにも明かりがついたことがないもちろんそれが何かの合図であることは僕にだって分かっていたがそれが何の合図であったか考えてみたこともなくまたああした惨劇のあった後に迂闊なことを言い出して自分の迷惑はいいとしてももし他人に迷惑をかけるようなことがあっては僕の職傷上困ると思って 今日まで別に口外する必要もなかったものだから黙っていたわけなんだが今君から話を聞くと死んだ大将もそれを知っていたらしいことに相手が君でこの事件の解決に困っている折りからだから話をするんだがどうだ少しは参考になるかいその合図が何を意味していたものかは大体僕にだって見当はついているが これは僕の想像だから想像だけで人に物を言うことはできないことに君はその捜査主任だからなまあそれは君の判断に任しておこう朝食は友人末松の以上の話を聞くに及びて本件に一大孔明を認めたりもはや脳中のものを探るに等しく純実を入れずして 犯人逮捕の自信を有するに至れり犯罪捜査報告5小職は本件の最も濃厚なる嫌議者として小坂駅助役小林昭一を任意本書に同行を求めたり小林昭一はかねてより森野八重子と情を通じ至るものなるが 八重子の老父母がその血統の子孫に遺伝せんことを恐るるがために、重子を監督することを厳重にして、恋を語るべき機会を得ることを困難なるところにより、ついに給与の策として、職務に使用する合図塔を持って、駅構内より冒険し得る位置に立ち、急行列車の通過後、青島1回を降りて、重子の居室なる森の家の離れ座敷に向かって合図し、 離れ座敷にににのある時は赤刀に返事これに答え、勤務終わりたる後直ちに森の家の裏手霧石口より忍び入るべく八重子と示し合わせもし青塔を二振りするも離れ座敷の小塔なきときは八重子に支障あるものとし八重子はまた急行列車が通過するや直ちにその居室なる離れ座敷の縁に立ちこの合図に応じたるものにしてしかも駅備え付けの職員勤怠簿によると 被疑者小林昭一は大の月は偶数日小の月は奇数日の勤務当番なりしかして犯行当夜における小林の行動については彼は例のごとく合図し八重子の消灯合図を得て同夜十時ごろ森の家にいたり翌日午前一時ごろ小坂駅に嫌いし能駅湯の美所に備え付けあるベッドに上がりしたる旨自供し森の八重子は また小林が同夜午前1時ごろ帰りたるに相違なき旨自供し、同夜同駅勤務中なりし駅夫は、同日午前2時前、小林がベッドにありたるを実験したる旨、真実セルをもって、検眼医師のいわゆる死後経過時間による犯行時間、午前2時から同4時、とは多少のそごを着せども、以上の検議によるときは、 十分にその嫌疑を受くべき地位にあるべきものと信ずなお駅備え付けの給品簿によるとその翌日新しき手袋を請求記入しこれを用いたる事実等を参考とするときは小林正一をもって本件嫌疑者として最も濃厚なるものと目せざるべからず犯罪捜査報告 〈正直は本件被疑者として先に留置せられたる小林正一の物的証拠収集のため青年団員または特殊課の応援を得てまず第一に未発見のままなる凶器の発見に努力したりしかしてバツバツ日午後2時頃再び被疑者森の方付近を捜査したるもなんら得るところなく徒労に遺棄したるを思って〉 裏手林中の藁小屋の前に集合しなお捜査方針手配等につき協議したりしかるにその協議中特殊課の一人山本茂蔵なる者その小屋の側面に積み重ねられたる藁束に向かって奉尿せり他の団員らと共に協議しつつこれを冒険したる少職は山本の挙動に不審の天柄を発見したり すなわち山本は午前10時第1回捜査手配打ち合わせのため同署に集合したる際も放尿ししかもその箇所は同一箇所なりしかれども証職はかかる偶然は問題となすに足らずとし競技終わるや応援団員とともに競技所定の捜査区域につきさらに精細なる捜査を成したるもこれまた何ら得るところなく ついに当日の捜査を打ち切り引きやぐるのやむなきに至れり特殊者青年団員等の労を射して一人紀藤につかんとしたる少職はふと山本茂蔵の挙動を思い浮かべたり元来山本が特殊団員として加わり少職の面前にその姿を現したる刹那少職はある一種の予感に似たる暗示を受けたるもかかる直角のため捜査の方針を誤り または婿の領民を冤罪に中かしむることしばしばなることを反省し努めてその直角を退けんとしたけれども彼山本がその放尿に際し取りたる前後の動作挙動は「消食の直角を退くべくあまりに多くの不信を抱かしめたり」よって消食は念のため全く念のためにして何ら予期する念慮なくして 山本茂蔵が放尿したる現場に立ちみたるに驚くべし偶然にも凶器を発見したりすなわち同書に積み重ねられたるわらたば中の感激に結婚付着の棍棒を森の家戸締まり用の挿入しあるを発見したり朝食は先に小林昭一を本件県,県議者として連行しその報告をなしたけれども 小林をもって真犯人と目すべく証職の心証に許さざる者ありたりすなわちその後証職の取り調べたるところによれば小林正一は性質恩順そこを善良にして職務に忠実勤勉青年条約として内部に聞こえその前途を着目されつつありその八重子との恋愛関係においても 筆胸は八重子の発行に同情したるが原因をなせる者のごのとく小林を知るほどの者はその不幸なる恋愛に同情しその犯行には不信を抱き当局の誤認を罵る者さえ生じたるありさまなりされば証職においても小林正一の犯行に幾分の疑念を抱ける折から捜査当日の山本茂蔵の挙動を 並びにその挙動によりて狂気を発見し得たる事実は小職に甚だ大なる記念を生ぜしめたる思ってひそかに山本の犯行当時並びにその前後及び現在の動静につき捜査を成したるところ先のごとき不審の点を発見したり1山本茂蔵は 大将こと山中石松が勤務しいたる大谷製作所に中氏を務めしばしば小坂駅に出入りしいたること並びに例の合図を知り至る疑いあること2森の八重子の感治せざるところにして大将に関する主々の噂を捏造してこれを流布しまたは主々の源氏を浪して大将を思想し そのの金を巻き上げたるるは彼の行為なること。3. 山本は最近小鳥売買にて儲けたりと称し慶長に移転し娼婦を見受けすると身分不相応の金銭を浪費したるも彼が小鳥にて儲けたる事実なきこと。4. 犯行当夜山本は午前9時40分ごろ すなわち急行列車通過後まで小坂駅に遊び至ることしかしてその帰宅したる時間は午前3時半頃にしてその間の行動曖昧になること彼が当夜午前3時半に帰宅したることは彼の繊細徳の供述するところなりよって少職は山本茂蔵を本所に連行しその任意供述を求めたるも 容易にに実を吐くに至らずしかれども前期のごとき書店に類して山本が会津後においては森の家の裏木戸の締まりなきことを致出せるところにより小林正一が会津塔のハンドルにかけおきたる古手袋を摂取しこれをうがちて小林に先立ち密かに森の家邸内に潜入し小林が帰りたる後 その戸締まり用棍棒を携えて老夫婦の寝室に押し入り金品を物色中老婆の目を覚ますところとなりその姿を認められたるをもって後日の憂いを恐れてその頭部に一撃を加え物音に驚きて起き上がらんとする老弥の頭部にもまた一撃を加え続いて交互にこれを乱打しついに死に致したるものならんと資料す。 しかして当や森の家にやりたる小林昭一にその罪を課することの容易なるを知りその狂気の捜査にあたりてことさらにその隠徳箇所に奉納しその所在を暗示したるものなりと認めうべく手袋の所在については取り調べの進行とともに彼の供述により判明すべきを信ずなおその犯罪の動機に至りては報道の結果その費用に窮し 窃盗の目的にいでたるものならん可憐なる大将の死因につき証職は山本茂蔵に十分の嫌疑あるものと自信せるをもって追って調査の上報告することあるべし。